こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にある龍ハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は椎間板ヘルニアを最短で改善する方法について話の方をしていきます。で、今日なぜこの話をするのかと言いますと、ヘルニアが治らない方があまりにも多すぎるんですね。で、実はヘルニアを治すっていうのはシンプルなんですね。実際うちに来てる方でもヘルニアっていうのももう9割方治ってきます。中には手術適用レベルもあったりするんですけれども、そんな人ほとんど稀で、で治っていくんですけれども、それでも皆さんが治らへん理由っていうのは治し方を知らないですね。なので今日はその椎間板ヘルニアを最短で治す方法ですねについて、ぜひ知っていただいて、あなたの辛いヘルニアを治していただければなと思います。はい。でシンプルと言いながらなかなか自分でするのは難しいんですけども、ぜひ実践していただければなと思います。はい。で実際まずヘルニアになったから痛いと思う方多いんですけども、実はその考え方自身が間違いなんですね。でヘルニアというよりは日常の負担がかかって、ヘルニア、ヘルニアでも緊張して痛み出やすくなるんですけども、まず腰とか足に痛みが出るんです。少しでもいいので。で痛みが出ると人間ってそこを避けようとするんですね。避けようとした時どうなるかって言ったら、かばうんですね。でかばうと次どうなるかと言いますと、普通で歩いてないんですね。で普通で歩いた時って実は筋肉ってそんなに使わないんですけども、かばって歩くと実は筋肉の緊張っていうのが増してしまいます。で筋肉の緊張が増してしまうとどうなるかって言ったら、実は痛みが悪化するんですね。つまりかばう方が筋肉緊張して痛みが増すんですね。で次こうなるとどうなるかというと、運動というか、ちょっとすいません見にくいですけども、要するに動かなくなるんですね。運動量が減る。で運動量減るとまた筋肉の緊張が増して痛みが増す。これをもうひたすら繰り返して悪化してるんですね。なのでこの負のループから抜け出させないとダメなんですね。でこの負のループから抜け出させるために大事なのは、実はすごいシンプルで反対を知ったらいいんですね。どういうことかと言いますと、まず運動量が減るので痛みがひどい時は動かしたらあかんと思っている方多いんですけども、実はそのせいで悪化さすんですね。なのでちょっとね、まずね、ぬくめたりとか緩めることをしてほしいですね。でそれで痛みが増したりとか痛みが変わらなかったらどんどんぬくめてほしいです。でぬくめて緊張を軽くとって痛くない範囲で徐々に動かしてほしいんですね。で実は動かすことによって増えてた痛みっていうのが減ってくるんですね。で減ってきた後にさらに緊張を取るためにぬくめるとか運動する。で痛みっていうのはさらに減ってくるんですね。でその後にこのかばう歩き方で、なんでかばうかって痛いからですね。で痛くてもかばわずに歩く練習をしていくんですね。これ結構うちでもやってもらいます。ここ結構恐怖心あるんですけれども、ここに勝って普通に歩けるようになると実は緊張が起こらなくなって痛みがなくなるんですね。実はこの逆のルーティンを回してあげると痛み取れるんですね。なので実はヘルニア治して非常にシンプルで、この流れの逆をしてあげる、これだけで治ります。で実際うちに来てる方これをしてもらって治ってきます。なのでぜひ長いこと治らん方はもうこのループを巡ってるっていうのは結構気づいてくると思うので、ぜひこちらの考え方を覚えておいていただければなと思います。でこれ通りにしたら本当に、治りますので、ぜひ自分でできる方は実践してみていただければなと思います。はい。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。